張良の逸話からわかる合皮の鬼神、ウルトラハイパー武将を考察。三国時代には数々の猛将名将たちが現れたことでも有名です。その中で武勇に優れると言われるとどんな武将が思いつくでしょうか。関羽、呂布、いや、やはりここはと言われてしまうのではないかと思う武将、それこそが張良。今回はそんな張良の凄さを逸話を交えて紹介していきますので、ご王様は今のうちに避難してくださいね。張良という人物、姓は張、名は良、そしてあざ名は文苑。平州出身で若い頃に軍吏となった張良でしたが、武力が常人を超えているとのことで、その頃平州刺史をしていた提言から十字に取り立てられました。この張良はなかなかに経歴がすごく、提言をはじめとして家臣、董卓、呂布と何度も主が変わっています。こうなると裏切り者のようなイメージを抱かれることが多いのですが、張良にはそんなイメージはほとんどなく、むしろ清廉なイメージを持たれていることが多いですね。数々の戦いに出陣。さて張良の経歴ですが、不思議なことに張良は仕えていた主を滅ぼした人物に気に入られることが多く、壊れて次の主に仕えることを繰り返してきました。そして最終的に呂布を滅ぼした曹操のもとへ。ここで張良は生涯に仕える主を見つけることになります。そんな張良は可否の戦い、関との戦い、赤壁の戦い、そして彼の名を轟かせることになった合皮の戦いと多くの戦いに参戦して手柄を立てていくことになるのです。合皮の鬼神。ではその合皮の戦いで張良はどんなことをしたのか。簡単に言うと三国無双を成し遂げたのです。その逸話を箇条書きでご紹介しましょう。10万とも言われる呉の大軍に7から800騎程度で突入、そのまま孫権の本陣に切り込み、陣部を討ち取り、女性を負傷、大将旗を奪う。何重にも包囲されるが軽々突破。包囲を突破したが孤立した兵が出て助けを求められる。そして包囲の中に再突入して救出成功。そのまま半日近く戦い続ける。この辺から意味がわからない。孫権は交代、結果7000の兵で合皮死守を達成。その後孫権を追撃、関寧、呂蒙、両党などの名だたる将と戦いながら孫権に肉薄。こうして見ると何を言われているのか意味がわからない凄さですね。張良、張良の逸話のポイント。まあ三国志演義だから話を持ってるんでしょと言われるかもしれませんが、ご存知の方はご存知、知っていてもちょっと脳が混乱してしまうこの逸話、なんと義書、そして敵であるはずの御書にまでこの話が載っているのです。つまり正史に載っている記述であり、まさにこれこそ真の三国無双ともいえる活躍を正史でやってしまっている人物なのです。その恐ろしさたるやトラウマレベル。さて前述したようにこの張良の凄さは後の方にまで記述されて残されるほど、特に何度も肉薄され命からがら逃げる羽目となった孫権とその配下たちにはトラウマレベルだったことでしょう。このため後に孫権は張良は病気でも戦うなと言ってしまうほど、また高等の兵は良来良来と叫ぶだけで浮き足立ってしまうほど、その怖さは知れ渡ることとなりました。良来来。さて良来良来とはつまり張良が来るぞ、張良が来るぞという意味です。あれ良来来じゃないのと思ったあなたは筆者と同じく吉川三国志を読んだ人ですね。この良来来は吉川先生の三国志での言ってしまうと造語で、正しくは良来良来となります。どちらも意味合い的には同じですが、もしかしたら良来来の方が馴染みが深いという人も多いかもしれませんね。広まる張良の凄さと。さてここまで見ればわかるように、張良は実は三国志演義よりも正史三国志の方の記述が派手という稀な武将です。かといって三国志演義で活躍していないというわけではなく、魏の武将としては破格なほど活躍しています。おそらくですが敵でありながら関羽とも交流があったという点からの扱いと思われますが、
生死を見直してよりびっくりしてしまう武将の一人でしょう。その名声と武勇は合肥だけにとどまらず三国の時代に轟いたのでしょうね。ちなみに長領後から降伏した兵士に長身で胴長短足壁眼の将がいたがあれは誰かと聞きました。すると兵士はそれが孫権様ですと答えました。このため長領の凄さだけでなく孫権が胴長短足であったことまで有名になるというおまけまでついてしまうのですが、それはまあ緩和旧題としておきましょうか。三国志ライター千の一人ごと、今回は改めて長領の武勇について、主に合肥の戦いでの逸話戦歴をまとめてみました。ざっくりとしたまとめですが、見直してみてもやはり長領の武勇の話は目を見開いてしまいますね。個人的には関羽や呂布にも劣らない、もしかしたら武人としてはその上を行く人物だったのではと思わせる武将ですね、長領は。